黒カノは火力による日本のライトノベル。イラストは斉藤塚座が担当。ホビージャパン H j 文庫館。在派高校の新入生、アカン持は部員定則数の5名に1名足りず、同好会への格下げ危機に見舞われていた科学部の先輩たちから強引に同じクラスの美少女、闇アンマヨルを勧誘するよう命じられる。マヨルは入学当初から、容姿鍛錬、成績優秀。 スポーツ万能で様々なクラブに勧誘されていたが、そのすべてを断り続けて、帰宅部を貫いていた。しかも、マヨルは大のオカルト好きで科学部とは全く、相入れないだろうと思ったモッチは、マヨルと一対一で話す機会を作ろうと思い、下校時に、マヨルが降りたのと同じバス停で降車して、後を追うことにする。モッチは、人里離れた参道で偶然、 マヨレと出クワしたかのように装って話を切り出すが、マヨルの方も餅に対する印象は、他の生徒よりも悪くないのか話を合わせてくれ、スムーズに入部の話を切り出せるかと思った矢先。二人の目の前に、タコのような姿をした宇宙人の大群が現れ、その長老が噴射したガスを吸い込んだ餅は意識は16歳の、まま年齢対抗して赤ちゃんの姿に変化。その結果、 元に戻る方法が見つかるまで嫌をなく、迷ルに海外しく、お世話されることになってしまう。ありがとうございます。